るなるべくこっち寄りに、はい。クレーマイクスマーチに迎えられて中山競馬場第11競争出走メンバーの入場です。有馬記念第68回グランプリ G1 芝 2500m では今年この舞台に挑む優勝12頭を紹介してまいります。衝撃の皐月賞と同じ枠から光り輝く朝日ママタロール1番ソウルオリアンス466キロで暗く2キロです。感動からの銀が56キロ舞台に立つだけでは終わらない勢いと信じた人々を最後に笑顔に3番ドンオーニーズ452キロプラスに田辺清信56キロ3度の正直でこの快挙を伝え2番ドンオーニーズという大学生の説明と4番大学生が452キロマイナス横山環境58キロ間に合わせてくれたベストパートナーと三上万歳に発出、そして今日は完成を終わりトラン5名500キロで選手の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 選手を見回す一押しを決める6番ディーズボンド500キロ頂上でプラス6キロ金村さんで58キロ鋼の努力強靭なスタミナで最後まで後続を封じるのは兄の方7番アイアンバローズ500キロプラスに石橋周58キロ兄の後押しが導いた大きな幕内の美しい最強に対して8番ダンス448キロプラス6小崎慶が56キロ黄色と黒が躍動した年をしているのは着々と力をつけてきたこの勝負プロベテラン K-1 ヒートオンリート472キロマイナス4坂井隆介58キロ G1 馬の仲間入りを果たした10番手の最新戦1年前の悔しさを一気に晴らすとき G1 ジャスティン・パレス472キロプラス6横山勝利58キロ今年の関西フィーバー1強目枠を63年ぶりの偉業という外貨で示す11番パーパー474キロマイナス10岩田宮54キロ世界で戦った経験をかけに得意の中山で手塚厩舎の先輩が意地を見せる12番ウィンバリーにベストは海外で比較がありません474キロで安藤ルーキーより56キロ常識を見せましたライン馬が次代のエース就任を高らかにこぼれている13番パスティエーナ498キロプラス18ライン馬は56キロですこの厩舎にこのジョッキーのタッグ2年連続で師走の中山のカーブに驚きを届ける14番プラバリア464キロマイナス6ライン馬の馬は58キログランプリに燃える安定の馬に世界一に迫った足が今度も飛び込んでいる大会総合馬術競技の日本代表として個人銅メダル
団体銀メダルを獲得されました、マジ公園所属の吉澤葉月の職員です。優秀16校の素晴らしい戦いを期待しましょう。中山11レース有馬記念、発走はこの後3時40分です。では発走まで今しばらくお待ちください。2500m に選ばれし優秀16頭が競います。ファン投票1位イクイノックスはジャパンカップを制して引退、2位のリバティアイランドは出走会、ファン投票1位も2位も不在という有馬記念は史上初です。しかし国内外の G1 覇者8頭を含む豪華なメンバーが
この師走と中山に集まってきました。中山競馬場、上空雲は見えますが青空が広がっています。少しオレンジがかった日差しを浴びながら3コーナー各馬のゲートインは粛々と進んでいます。1番ソーローレンスももう入っています。ルイス・マン各馬、8番ライラック、4番タイトルホルダー、2番シャフリヤール、6番ディープモンド、続々と引かれていきます。充実の4歳、10番ジャスティン・パレス、14番クラノリアが引かれました。15番スルーセブンシーズ向かっていきます。池添健一騎乗戦に収まります。有馬記念です。も私も帰ってきました。素晴らしい豊かコールで迎えられたと思いますが、
参戦ぶりのコンビでした。今日のドーデュース、どういう風に乗ろう、どういうプランで行こう、考えていましたか。もうあの状態はすごくいいなと思ったので、もうこの馬のいいところを出すことだけを考えて、前半はもうこの馬のリズムゆっくりといって、とにかくラストの足はいいものを持っているので、そこにかけていました。最後の中山の急坂を登るあのかっこよさ、そしてあの素晴らしい足、乗ってみてどうでしたか。はい、あの、まあ、道中は少しね、あの馬が元気を過ぎたところはあったんですけど、なんとか我慢できたので、残り、そうですね、700メートルぐらいから、あのこの馬の末脚を生かすだけ生かそうと思って、あの4コーナー回ってくる時の感じが良かったので、なんとかなるかなと思いました。ダービーでも素晴らしい勝利が去年ありました。先ほど記念もありましたけれども、なかなか G1 が手にできないという中でした。改めてこのドーデュースと思った G1 というのはどんな味ですか。そうですね、ダービーの後本当に苦しい思いをしてしてたので、まあ、このままはこんなもんじゃないと思ってずっと、ここまで来て、まあ、今日 の、 あのメンバー、強いメンバーですけど、ドーデュースが一番強いと思って乗りました。ドーデュースは今年は G1 の優勝で、そして、あ、3勝ですね。そして、たくさん、G1 通算81勝目です。ありがとうございます。そうですね、本当にこれまで、素晴らしい馬に恵まれて、まあ、今日もこういうドーデュースという、本当にメンバーと、共に有馬記念を挑めて、本当に幸せだなと思います。そして4年ぶりに大歓声が戻ってきた有馬記念を制しました。最後にですね、このファンの皆様、そしてテレビの前の応援してくださった方にメッセージをお願いします。はい、あの本当にいつも応援していただきありがとうございます。で、今日は本当にドーデュースと共にいいレースをすることができました。やっぱり競馬はいいなと思います。本当に皆さん応援してください。